トニョコとアントニオ・ロドリゲス・マルティネスは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県アリカンテ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは GK。地元のエルクレス CF からデビューした。2003年より2部のレクレアティーボ・ボエルバに在籍し、2003から04シーズンは2部のサモラ賞に輝いた。2005年1月5日に1部のラシン・サンタンデールに移籍した。 一席当初は、ドゥドゥ・アワットがレギュラーだったため、2006年の冬に、レクレアティーボにレンタル移籍した。ラシン・サンタン・レール復帰後は、アワットがデポルティーボ・ラ・コリューニャに移籍したためレギュラーの、ザをつかんだ。2007から08シーズンは、チームと共に好調を維持し、6位に入り、UEFA カップ出場計を獲得した。サモラ賞争いでは、レアル・マドリードのイケル・カシージャスに次ぐ2位だった。 2012年6月27日に、ラシン・サンタンデールの二部降格と破産法適用による給与未払いに伴い、遺跡金なしでグラナダ CF へ移籍することが決まった。2014年9月1日、ラーヨバジェカードに加入した。2018年3月、現役引退を発表した。ありがとうございます。